どうもカです。今日はですね意識しししないといいいいとととうことについてお話ししたいと思います。えー、こう何かをねこう、まあ、成し遂げたいというかねその自分の進むべき方向というかそういうのがある程度こう決まっていくというか、まあ、僕の場合ですけどもその、えー、いろんなことをいろんなことというか何個かこう取り組んでいってることがあるんですけどもその 取り組んででいってるとこです,ねですね、その意識をしないと今日テーマを言いましたけどもそのどういうんですかねその成果というか結果というかねそこをねあまり意識しないようにするということですねただ、えー、毎日しっかりと取り組んでいくんですけどもそこで意識しないし期待もしないその代わりその継続をするということですねその こととをしていくといくう淡々とというかですね、そのうーん、だから期待しないということですね、その結果に対してですね、そのやることはやるというふうにしていってですね、で、結果は期待しない。そこに対しては えー、結果何かしらの結果は出ますけどもそれに対してこう対応するというか、えー、改善していくというか何かを思って、えー、また次の行動につなげていくんですけどもそこにねあまり期待したりとかねそこに意識を持っていったりとかいうことをしないようにしていますね。えー、だから、まあ、まあ体の,その使い方 であったりしてこの体のね使い方の訓練であったりとかですねえ空手の訓練え稽古とかですねそういうことに対してですわねあのこうしていった方がいいとかいろいろそのいろというかそのまだまだ僕もそんなにしっかり考えられてるわけではないんですけどもそこでねこうやっぱりそのどう,いうんですかねこう劇的な成長と 劇的な結果いその現まあいうたら 1mm ずつ成長していく状態という、まあ、ほとんどその言うたら変わらないんですよね変わらない状態でこう進んでいく状態になっていきますんでですね、えー、そこをあまり期待したりとかですねその意識するっていうのはこう僕はしないようにしているっていうのはこう無理やりしないようにしてるというよりはもうしない状態になってるんですね。 もうその状態そのそろやることで、えー、そこをこう言うたらですねその修行というかですね、えー、大げさに言うたらです,ですけども修行みたいなもんでですねそのことに対してですね何かこう期待したりその意識したりするっていうことは、えー、ちょっと違うかなと。 違う無理やり意識しないようにするんじゃなくてもう意識しないようになってる状態ということですねだから例えばそのお坊さんとかえおられますよねお坊さんがこう修行されている時にですね何かを期待してこうなんかをその修行をね毎日のその修行をやっておられるわけではないですよねそのずっとその続けることによってある時その えー、気づきがあってですねそこから悟りを得る、えー、そのことに対して悟りを得る状態になるということがそういう修行の、えー、状態になってでその修行を続けることによって、えー、ある喜びを得ることもできるという状態なんでですねそれと同じようなことを僕は思ってますねその,、えー、その体の使い方であったりとか、えー、その空手の,その稽古 その基本練習ですね基本の稽古とかねそういうところに関してはですね、えー、何かこうアドバイスされたりとか自分で気づきを得た時にそれを取り入れて何かやっていくんですけども、えー、それはそれでこうまたえーコツコツとやっていくという状態ですね。だかからそそここにその何かこう 結果的なところを意識したり期待したりするっていうことではないというところですね。で僕は一応商売をやっておりますんでですねその集客に関してはねいろいろとこう考えたりしたんですけどもそ,のそこのお客さん来る来ないに関してはですね、えー、あまりこう意識しないようにしないと。 これは、ね、えー、意識してしまうというか、えー、来ていただいてちょっとホッとしたり安心したりはするんですけどもそのそこに期待したり意識したりするっていうことはこうしないようにこうしてます。 ただ自分のやるべきことというか、ね、やるべきじゃないですね。えー、自分のやりたいというかそのやろうと思ってその取り組んでることに関してはこう、えー、やっていきますけどもそれに対してですねお客さんが来る、来ないはお客さんの、えー、勝手というか、えー、お客さんが決めることなんで、えー、そこをね自分が意識したりですね、えー、期待してもですねそこはコントロールできないところなんで、えー、もう意識しないようにしてます。それより自分のできることをこう できる自分の目の前のことをこう取り組んでいってですねココツコツとと継続していくといくう状態ですだから、えー、まあ修行マインドというかね、えー、そういうところでしょうね、うん、そういうことをしていくことによってなぜかその結果がこう出てくるというかですねそのなぜ出てくるかというとですねもう 修行といえば修行なんですけどもそういう状態でこう毎日やってるんでですねえ何かこう結果が出る状態にこう。 なっていきますよねそのほんまにその同じことを繰り返してるようでやっぱりいろいろと考えてやっていくんでですねやっぱり良くなっていきますよね。で良くなっていくことを続けていってるんでですねやっぱり結果は出やすくなりますよね。そのの結果が、えー、今の状態ととといううことになると思んんですねね、えー、もちろま、ねえー、まだまだ、えー 山登りで言うとですねまだ登山を始めた状態ぐらいのレベルではあると思うんですけども、えー、ここからちょっとずつちょっとずつね、えー、登っていくというところですね、うん、その登っていく感じその登っていくところがこう面白さであったりとかです。 かか喜びを感じることとがあったりとかですね、えー、毎回そういうものがあるわけではないですけどもなぜかそ,のそういうものをこう得ることができたりその満足感であったりですね、えー、そういうものをこう得ることがあったりすることが、えー、やっぱ嬉しいことであったりはするんですけども、えー、それもね、えー、それを期待してやるわけではなくて意識してやるわけではないというところですねまあまあ修行マインドみたいなもんでしょうね、えー、そういうことをこう。 思うということで、今日は意識しないということについてお話しさせていただきました。では、今日もよっしゃーでいきましょう。どうもありがとうございます。